トップクラスが集まるリーグは佳境を迎えた渡辺明王将への挑戦権を争う第71期オルソック・バイ王将戦主催毎日新聞社スポーツ日本新聞社の挑戦者決定リーグは11月9日に藤井聡多三冠羽生善治球段戦と永瀬拓矢王,王座広瀬章人八段戦が行われます 戦後は事前に決まっており、それぞれ、ハブ球団と、長瀬王座の先手ついです。前回対局は、ハブ球団が、横太りで勝利ここまでのリーグ戦績は、藤井里下増館が3勝0敗。ハブ球団が3勝1敗。長瀬王座が1勝1敗で、広瀬八段は2勝3敗です。藤井聡太。 羽生戦は挑戦権を占う大一番で過去の対戦は藤井聡太増艦の4勝1敗ですが直近の対戦となる前期の王将リーグでは後手番の羽生球団が横太りに誘導し激しい切り合いの末羽生球団が勝っていますまたこれまでの5局で羽生球団の先手陣は1局 その対局は掛か係か,から藤井聡太蔵冠の勝利でした今年度の記録4部門対局数勝ち数勝率連勝でもトップをひた走る藤井聡太蔵冠はまさに敵なしといった感がありますがレジェンドの羽生九段が前期に続く壁となって立ちはだかるでしょうか広瀬八段は 残留をかけたリーグ最終局、長瀬、広瀬戦はこれまで長瀬王座の5勝3敗ですが、前期の王将リーグでは、広瀬八段が勝っています。またこれまでの8局で、長瀬王座の先哲外は2局。初手合いだった2011年の NHK 杯戦では長瀬王座の中飛車で、直近の対戦となった今年6月の順位戦。 ででは格わりでした。まだ対局数が少ない長瀬王座は挑戦とリーグ陥落のどちらの目もあります藤井聡太増冠との対戦が残っていることもあり残りを全勝すればプレーオフ以上は確定します対する広瀬八段はこの一局が今期のリーグ最終局もし敗れればリーグ陥落となりますが 勝利して3勝3敗の差し分けに持ち込めば確定とまではいかなくとも残留の可能性がかなり高くなりますこの2局は11月9日の午前10時に東京の将棋会館で対局開始ですトップクラスの騎士が集まる王将戦挑戦者決定リーグは佳境を迎えました最高峰の戦いからは一瞬たりとも目が離せません 藤井聡大野明王が藤ヶ主催の「明欧州一式」に出席おやつを選ぶのも大きな楽しみでした将棋の藤井聡大野明王の明を 19= 規制イ,イコールが8日都内で行われた第6期明欧州一式に臨んだ7から9月に行われた五番勝負では豊島正幸竜王31に挑戦し 5度目のタイトル戦で初めて最終局に突入する激闘の末3勝2敗でアキラ王を奪取19歳1ヶ月の史上最年少3冠となった10月に入ってから帰省。大いに続く3度目の就位式となりタイトルホルダーの象徴とされる黒紋付け羽織袴姿もすっかり板についた 藤井里志王の明王は、今季から、明王戦五番勝負は持ち時間が4時間になり、決断よく指すことを心がけてきました。フルセットになりましたが、最終局もその方針通り指すことができ、良い結果につなげられました。主催の藤ヶ様には、予選の対局からペコちゃんボックスで、お菓子をご提供いただき、 当分補給をして集中して対局することができました五番勝負ではケーキもご用意していただきおやつを選ぶのも大きな楽しみでしたと謝辞を述べた日本将棋連盟会長の佐藤康光球団52は藤井聡太郎の明王が盤上に何を表現するか一曲一曲 将棋の歴史が刻まれていることを痛感しましたと、最大の賛辞を送った。